はい、こんばんは。あ、こんばんは。ということで、ニコ生トークセッション、オイラと正義の話をしよう、サンデレ哲学ということで、小林先生に来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、あ、はい。大体こう、サンデル教授が誰かっていうのは別にもう説明しなくて大丈夫なんですかね。まあでも、ハーバード大学の政治哲学の担当者、まあ政治哲学の第一人者と言っておきたいと思います。日本であの本って何部ぐらい出たんですか？初めにまあ出たですね、早川出版からのこれからの正義の話をしようが、前は60万部印刷したって言ってましたけど、今80万部ぐらいかもしれませんね。結構売れてるんですね。そう、売れてると思いますよ。で、小林先生が書かれた本が、はい、はい、そこにあるか、そっちに移した方が早いか。そちら、サンデルの政治哲学、正義とは何かで、サンデル本人が推薦と。これ英訳してじゃあサンデルさんに読んでもらったんですか？これはサンデルによりいつも話しているので、その中身を彼が想像して私を推薦したという。あ、本当ですね。あ、じゃあ中身についてはじゃあ別に了承したわけじゃねえぞっていう可能性もあると。はいはいはい。ちょっとなんか音小さいみたいなんで音上げてもらっていいですか？すいませんね、グダグダのもんで。あ、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 これぐらいの音量で大丈夫ですか？あ、OK かな。はい、OK って出たのでじゃあこのまま続けます。ということで、じゃあ実際サンデルさんがどんなことをやっていて、でそのなんかハーバード大学でやけに人気があるのかっていうのを試しに、じゃあ、ハーバードのその NHK の白熱教室でやっていた質問をしてみるっていうのをやってみたいと思います。はい、ということで最初の質問をお願いします。あれ、何人ぐらいの教室なんですか、ハーバードの？まあ約1000人ですね。はい、質問その1、路面電車のブレーキが効かない、直進すれば5人引いてしまう、で右の待避線にハンドルを切れば1人の犠牲で済む、さてどうすると。自分はこれ運転手でいいんですか？はい、そうです。自分が運転手で、直進すると5人死んでしまうと、で右にハンドル切れば1人で済むと。でじゃあどちらにするかで選んでみました。こちら小林先生的にもどっちが正解とかあるんですか？これ正解はないんですけれど、多くの人はですね、待避線の方に行くだろうと、こういうまあ予想のもとに作られている問題ですね。じゃあちょっとアンケートの結果見てみますか。はい、ドン。おお、やっぱそうなんですね。 72% は待避線に住む。あー、ということで、じゃあ5人殺すぐらいだったら1人殺せばいいやって思ってる人が7割と。そうですね。おこれやっぱりどちらがたくさん人が死ぬっていうのを考えてみれば、一、はいはい、人死ぬ方が少ないからいいだろうという発想で、はいはい、そちらが多いんですけれど、思想的にはですね、功利主義という、まあ、思想に関連する説問なんですね。はいはい、功利主義っていうのは一人一人の人間が、まあ、喜びあるいは苦しみ、を経験すると、それを量で測ることが基本的にできて、それをまあ合計しようと。だから社会幸せ自体を数値化して、そうです、合計の数字で物事を決めようと。そうですね、はいはい、でそう考えてみると、それは苦しみが5人と苦しみが1人だから、はいはい、苦しみ1人の方がいいだろうと、はいはい、いうことで、普通の人が功利主義的な発想だったら、まあ、1人死ぬ方を選ぶという、それが現れてくる説問なんですね。はいはいはい、5対1。ちなみに僕はそのまま進む派なんですよ。ああ、それはなぜですか？要は、そのまま進んでしまった場合は事故を起こした当事者なんですけど、はいはいはい、自分で右にハンドルを切った場合って、はい、それは殺人の判断をした人になるじゃないですか、はいはいはい、でさらに言うと、たまたま突っ込んで5人殺してしまいました、はいはい、事故なんですけど、はい、仮にそのまま進んで殺さない可能性もあるじゃないですか、はい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 、だから自分が責任によって殺人を追うっていうところの裁判になった時を考えると、まあ多分事故の方が楽だろうなっていう逃げ方を。いや、それは実際サンデルがその次の説明で実はやってる問題なんですね。この場合はもうどっちみちどちらかが死ぬって説問なんですけれど、次の説問で彼がまあ講義でやってるのはですね、要するに橋の上の太っちょの男を突き落とすと人が少なく済むと、はいはい、死ぬ人が少なく済むと。この場合はまさに例えばそのなんか海の中にサメがいて、うん、なんか2人ぐらい溺れていて、うん、でデブ1匹食わせれば残り2人助かるみたいな、うん、そんな話ですか？まあ、そんな感じですよね、はいはいはい、そうするとまさしく当事者じゃない人を無理に巻き込んで殺してしまうことになるから、うん、この説問にするとね、やっぱりそれは太っちょの男を落とすのはかわいそうだということになって、その賛成者が減るんですね。今おっしゃった通りの反応が出てくるんですよ。ほうほうほう。だからやっぱりそれは当事者が関わるかどうかっていう。じゃあちょっと今のデブの質問聞いてみましょうか。デブを一人突き落とすと、二人助かります。デブを突き落としますかっていう質問で。はい、
か、まあでもどうなんだろうな、これってその5人だからとか2人だからとかっていう単純に数の問題で決める人っていうのと、はい、僕はその数関係ないところで判断してるんですよね、はい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 、その後の自分の責任はどっちが重いかっていう、まさにその問題ですね。実は数からその質の問題に変わっていくその説問の仕方なんですよ、ここは。ああ、はいはい、おお、はい、あ、デブを1人突き落とすと2人助かります。デブを突き落としますか？まあコメントあとデブは社会的に不要とかひどいこと言われてますけど、まあでも実際どうなんですかね、その政治家の人たちが法律を決めるわけじゃないですか、はい、でその時にそのこういうモラルを前提で話してるのかどうかっていうのがいまいちよく分かってないんですけど、うんうん、まあ、あのまさにその法律の論理がどこにあるかということが時代によって場所によって変わるので、そこから考え直していこうというのが政治哲学の課題ですね。だから今の法律が悪ければある原理に基づいて法律を変えようと、こういう議論になっていきますね。ちなみに今の話でも政治哲学じゃなくて哲学じゃないですか。まあ、あの哲学が根幹にあるけれど、それが政治に関わって法律なんかになると政治や法律ですからね、それを政治哲学と言っていますね。あ、じゃあサンデルさんは哲学の中でも政治系の哲学専門なんですか？はい、政治哲学が一番の専門です。あ、なんか一般的にイメージだと割と倫理っぽい人な感じがするんですね。はい、あのまあ、サンデルとか私、こういった政治哲学はかなり道徳哲学に近い、はいはい、そういう種類の政治哲学です。ええ、ちなみに日本だとその政治哲学で有名な人とかいるんですか？あ、これは日本には実は政治哲学について大学で講義ほとんどないので、まあ、ほとんどいないというふうに言っていい状況ですね。あ、そうなんですか、はい、でもハーバードだとその1000人とか受講してるわけじゃないですか、はい、そんな人気のある学問なのに日本だと教える人すらいないんですか？これはアメリカでもイギリスでも非常に重要な学問ですけれど、日本では明治以来ないと。で、私がそれを導入しようとしてるんですね。あ、小林先生は一応政治哲学の先生。はい、私は芝大で政治哲学の講義を作りました。あ、作ったんですか？はい、これはケンブリッジ大学でこれが面白いなと思ったので日本に帰ってきて作ったんです。え、じゃあ小林さんが作るまで政治哲学の学問って大学の中に日本なかったんですか？はい、ほとんどないです。え、でもなんか大学受験するときって倫理とかで受ける人いるじゃないですか、はいはいはい、だから哲学も一応学問として高校生でやってるわけじゃないですか、大学でやらなくなっちゃうんですか？はい、あの政治学という学問、まあ、多くは法学部の中にありますけれど、うん、その中では政治思想史ですよね、過去の歴史の講義はあるけれど、うん、現在の政治哲学の講義はないんですね。というわけでちょっと質問の結果を見ようかと思ったら消えた感じですけど、これ出せます？あ、もう一回やります。あ、すいませんすいません、タイミングの良きところで触れようかと思ったら、うん、はい、というわけでもう一回ちょっと出して適当にやってください。適当に結果溢れます。じゃあ政治思想史っていうその日本史世界史みたいな歴史としての学問はあったとしても、はい、その本質を探ろうみたいな哲学はあんまりない。はい、はい、そうです。まあ、ついでに言うと法哲学はあるんですけどね。法哲学、法律についての哲学はあるわけだけど政治についての哲学がないという困った状況ですね。法律についての哲学と政治的な哲学はどう違うんですか？実はアメリカの中では非常に密接に関連をしていて、うん、政治哲学者と法哲学者は重なっている部分もあるんですね、はいはい、そこで日本では政治哲学に相当する学問は法哲学者が紹介をしたり議論したりするという状況が続いていました。お、まあ、結果も出たんですけど、太った人を落とすと2人助かります。太った人を落としますか？はい、40%、うん、おー、4割がデブが嫌いってことですね、うん、やっぱり同じような結果が出てますよね、はいはい、おー、ハーバードでもこんな感じです。結構人は簡単に人を殺す判断をするんですね。いやいや、でもまあ EM 結構多いですから、まあ、でもなんか4割の人が人を殺す判断をしてるわけじゃないですか。はい、はい、さっきの説問も、はい、あの事故の当事者なのか、はい、人を殺したのかっていう説問に僕は見えてるんですよ、はい、だからデブを殺すも僕は人を殺す判断なんですよね。2人死んでも、あ、かわいそうな人が2人死んだっていう傍観者するじゃないですか。なんかこんな簡単に人殺すんだの、はい、お前らと思って。いや、おっしゃる通りにその疑問がまさにその次に出てくる論点ですね。あ、そう、やっぱりこんなに人を殺す判断しちゃっていいんだろうかって、はいはい、これがサンデルの問いかけですね。おお、へえ、割とじゃあ僕は今サンデルの意義に乗せられてる感じですね。はいはいはい、はい、はい、あ、じゃあ流れでいってみますか。はいはいはい、まあ、実際にこんな二択には付き合わんよって言われても、まあ、そうなったら判断しなきゃいけないですからね。はい、食料のない極限状態にあって仲間は死んでしまった、仲間を食べて生き残るのは道徳的に許されるかどうか。これはアルゼンチンの生きてこそっていう映画とかになってますね。あ、それもありますね。あの日本でも光ゴケっていうね、はいはいはい、武田大臣の小説が同じ問題扱ってますね、うん、あとウミガメのスープとか。あ、 そうですね、そう考えると割と人間が好きなテーマなんですかね、うん、と同時にやっぱりそういう悲惨な事件が世界のあちらこちらにあるので、はいはい、まあ昔は普通に小殺しとかで食ってましたからね。お、
許されるが 79.8%、 許されないが 20.2%。 これ許される多いですね。はい、これもですね、うん、先ほどの功利主義の考え方であればやはりそれは生き残ることができるんだから許されるという話になるのに対して、はいはいはい、まあ、おっしゃるようにですね、やっぱりそうやって人を本当に殺していいんだろうか、はいはいはい、まして、自分が生き残るために肉まで食っていいんだろうかという、はいはいはい、この問いかけなんですね。でこれで許されない、この問いかけの場合って今は死体になっているものを食うから、うん、人を殺すっていう道徳的な、うん、そのなんかあの止めるところはあんまりない質問になってますよね。確かに、うん、まあ、この2番目の許されないっていうのがまあ哲学的に言うとカント派ですよね。こういうことはどういう場合でもしてはいけないっていう、もうしてはいけないものはどんな状態でもしてはいけない、じゃあ情状酌量とかねえんだよみたいな、自分が手を貸して人を殺しちゃいけないと、この立場の人がいけないって答えるわけですね。じゃあちょっと今の質問変えて、弱っている仲間を殺してみんなで、みんなで食べれば3人助かるっていう質問にちょっと変えてもらっていいですか。弱ってる仲間を、殺して食べると3人助かります。殺しますか。はい、いいえ、うん、でまあ、はい、ほっといてもその仲間は死ぬっていう状態ですよね、うん、そうですね。で早めに殺して食った方が他の3人も体調が悪くならないで済むかもしれないと、うん、だ食べるかどうかというよりは殺すかどうかですね、うんうん、まあ、ただ自発的に殺さなくても、その人は死んでいくっていう意味で、うん、うん、そうすると、自発的に殺すと、うん、まあ、それを食べれる人が助かるかもしれない、ね、何かの命を助けるために人を殺すかどうか、うん、そういう感じですよね、まあ、まさに、はい、弱ってる人を殺して食べると3人助かる。殺しますか。はい、いいえ。これまさにサンデルが通ってる質問ですね。これでもここで答えたのと、はい、実際本当にそのシチュエーションになって、はい、目の前で人を殺せるかっていうのはまたちょっと違いますよね。かなり違う問題ですよね。頭で考えられることとは、うん、でもまあ、うん、頭で考えるだけでも相当これやっぱり深刻に考えます、うん、おお、はい、 20% なんだ。少ないですね。へえ、うん、そいつの人格次第とか正直だな、うん、まあ嫌なやつだったらさっさと殺しちゃうみたいなね。、うん、でも殺して食わないと、はい、要はまあそうしたもともと食う予定だった彼は衰弱して死にますと、うん、で残りの仲間も衰弱して死ぬ可能性があるから、うん、死体が増える話になるんですよね、うん、そうですそうです。でもやっぱり人間はそこまでして食いたくない人が多いんだ。うん、うんうん、うん、その問題にも関係しますね。でも日本の場合は脳死移植は許されてるわけだから、うん、日本の法律的にはどちらかというと殺して食う派ってことですよね。そういうふうに解釈することできますね、その論点は。そうそう、はい、じゃあ日本のその、まあ、政治家の人たちはこういう質問が来たら殺して食うっていうのが正解だと思って法律を作ってるというふうに、まあ、推測できる。はいはい、はい、論理付けられる。実際は政治家はそんなに論理的に考えてないというふうに思いますが、はいはいはい、へー、弱ってる方、うん、まあ、そういう感じで政治哲学を、でこれ実は哲学の歴史でこういう問いがあってこういうのに対して答えを出してきましたよっていうのがサンデルさんがずっとやってることってことですよね。そうですね、まあ、彼自身が考えた例ももちろんたくさんありますが、あ、これ昔から結構言われてる例なんですか。これは比較的有名な例です。でも別の例はサンデルが自分で考えてる例、いろいろあります、はい、小林先生が考えた例とかもあるんですか。あ、これも日本の例で今やってますので、はい、後で出てきます。はい、今白熱教室 in Japan というのを千葉大の講義を NHK で日曜日に放送していますけれど、それは私が考えた例。へえ、それはじゃあサンデル教授とは全然関係なく小林先生オリジナルで、タイトルがたまたま一緒っていう、あのサンデルの論理をね、もちろん応用しながらやってる議論なんですけれど、日本の実例でやった方が面白いだろうと思って日本の実例を使ってるんですね。へ、例えばとかで聞いていいですか。はあ、まあ、今のまさに点では、光ゴケのね、武田大衆の戯曲を使いながらやったり、はいはい、あるいはこう対比戦の問題に対応する例はアメリカの日本に対する原爆投下、うん、これは原爆を投下するかそれとも地上戦に突入するかっていうその選択ですね。アメリカがその原爆を落として日本人をものすごい量殺して戦争を終わらせるか、もう白兵戦やって長期的に殺し合いをするか。アメリカの論理では白兵戦やった方が米兵がね助かる、あ、たくさん死ぬと、ええ、で原爆投下をした方が、死ぬ人がね少なくなる、アメリカ兵は少なくなる。で別のアメリカ人の論理では原爆の方が日本人もアメリカ人も死ぬ人が少なくなるとか、こういう論理なので、はいはいはいはあ、これが功利主義だったら OK だけど果たしてそう言えるかどうか、こういう議論ですね。今の千葉大の学生はどっち派なんですか。
この論点はさすがに日本人でやっていますので原爆は良くないという立場がほとんどでしたね。はい、僕原爆賛成派ですけどね。そうなんですか。あ、まあ、結果そのベトナムとかって長期にわたったじゃないですか、で、まあ、ベトナムの場合ってそのアメリカ本国が戦争良くないよねって言って終わったわけで、実際アメリカが戦争やろうぜって言ったらあれもっと長かったわけじゃないですか、で日本ってベトナムよりでかいわけで、下手したら本当に何十年も白兵戦ずっとやり続けた可能性があって、そう考えると原爆一発で終わってよかったなっていう気が僕はしてますけどね、これもね、もちろん少数派ながら原爆投下は理解できる、許されるという立場もあって、中に面白い意見はですね、これ原爆投下しないで、地上戦に突入していった場合はソ連が攻めてきて南北日本が分断されたかもしれない、そうすると今の朝鮮半島みたいになるから原爆は許されるという意見もありましたね。まあ、でも戦争の終わらせ方を知ってるかどうかとかによる気がしますけどね。はい、それももちろん関係しますよね、そのなんかじわじわ進んでった場合ってお互いに終わらせるきっかけがないじゃないですか、だからどっちかがなんか例えば新型兵器を作りましたので、これはかなわないわって引いた時にようやく終戦交渉が始まるっていうのがあるので、多分でっかい何かを使わないと戦争自体は終わらないと僕は踏んでるんですけど、実際イラクもダラダラ続いてるじゃないですか、何がもう終わりかわからないから、こうなったら終了っていうのが決まってないとダラダラ続いちゃうっていう、ので僕は原爆賛成なんですけど、なかなかそういうふうにはならないんですね。やっぱり先ほど人を殺しちゃいけないっていう意見があると同じように原爆投下はいけないと、こういう話になるわけですね。でもそれってそのじゃあミサイルとか銃で殺すのは OK なんですよね。これは殺し方の問題なんですか。実は聖戦論というのがあって、戦争の中の正義はどうあるかとかね、そもそも戦争自体が正義かっていう、こういう正義論の種類があるんですよ。だから通常だったら人を殺しちゃいけないっていう議論が、戦争のしかも正しい戦争の場合は殺していいんだという話になる。でも正しい戦争の中でも殺し方が悪いと間違えてる、不正義だと、こういう議論になっていくんですね。まあそうですね、アメリカもなんか殺すけどなんか拷問はいけないみたいな、そうですそうです、その場合は不正義の戦争に変わってしまうわけですね、目的が正しくても。あ、これ正しい戦争ですね。あ、正しい戦争ですか、はい、これイスラムの方になってますね、はい、聖戦はですね、あの聖なる戦争で神様が宗教的な論理によって戦争を聖なるものとするんだけれど、正しい戦争の聖戦論の方は正しい戦争と不正義の戦争を分けてなるべく戦争を少なくしようと、こういう場合のみ戦争は正義と言えるというふうに戦争を制限する論理なんですね。でも実際問題です、その戦争する側って必ず自分に正義があると思ってるじゃないですか、正義があると思っていない戦争って未だかつてそんなにないと思うんですけど、為政者の方はそう言っているから、それに対して学者とか評論家がそうは言うけどこれは不正義だよと、こういうことやったら正義なんだよっていうふうに言う論理なんですね。その場合ってじゃあその学者が正義を決める、学者が正義をまあ判断をして皆さんにそれを訴えかけるって形でしょうかね。例えば、まあ、ベトナム戦争の時なんかにやったことがこれは不正義だったとかね、同じ問題はイラク戦争についても言えるわけですね。そうするとじゃあその、正義はこうなんですって学者が言ったとして、でもさっき の, そのサンデル先生の話みたいなのって、そこまで考えがみんな至ってない場合って、おかしなことを言ってる学者になりません？あのもちろん学者の中にはこの戦争は正義の戦争だと言ってる学者もいるから、やっぱり聖戦論の解釈によってね、イラク戦争正義の戦争だという学者と不正義だという学者がいて、それぞれが世に訴えかけるという構図になりますね。ちなみにサンデル先生ってなんか倫理なんとか委員会とかなんかそんなやってますよね。あ、それはあの生命倫理に関する委員会ですね。生命倫理とクローンでしたっけ、はい、はい、クローン問題のように、遺伝子工学を使って、まあ、エンハンスメントですね、人間の能力を増強するという、まあ、こういう、まあ、現在の動向に対して審議する、そういう委員会のメンバーでした。それは、アメリカの国としてじゃあその例えばクローンっていうのを合法にするか違法にするかみたいなのを意見を出すための委員会、そうです。でそれがブッシュ政権のもとであって、サンデル教授はそのうちのメンバーで、その委員会の主流はですね、そういった方向に反対をする、そういう結論ですね。まあ、クローンのみならずもっとエンハンスメントですね、遺伝子工学のそういう形での応用は良くないと。サンデルもその代表的な論客の一人です。じゃあその遺伝子をいじ、例えばそのステロイドみたいなのを打って筋力増強するとかっていうのも大事、人間が病気から回復するために使うのは OK なんだけれど、正常な人間がそれ以上のために使っていくのは良くないということですね。じゃあちょっとプレゼンの方行ってみましょうか。もともと小林先生が、こんな感じの本だよっていうのを紹介していただくための、その流れで質問があと3つあるので、アンケート3番目、いきますか、はい、じゃあサンデル先生の授業で使った的な質問の
3つ目、援助交際売買春は合法化されるべきかどうか、これもハーバードで聞かれたやつなんですか。これはですね、あの日本で放送されたハーバード白熱教室では取り上げられてなくて、まあ、彼の書いた先ほどのベストセラーになった本ですね、そこで若干触れている、まあ、問題です。でも同じような種類の問題はやはり、ハーバード講義でも扱っています。合法化されるべきかどうかっていうので、でも合法化されてないんですけど、すでにもう社会には存在してますよね。はい、あの法律的にはされてないので、道徳的に正義か不正義かによって法律を変える可能性が出てくるわけですね。はい、結果の方は合法化されるべきは 61%、 6割、うん、そうするとじゃあすでに違法なんだから弾圧して援助交際や売買収を完全になくすべきだと思ってるのが4割ってことなんですかね。うん、まあ、あの現在の法律を維持すべきだということになりますけれど、これは思想的に言うとリバタリアニズムとかリベラリズムに関わる、まあ、質問で、特にリバタリアニズムというのはですね、まあ、基本的に自由を最大限、まあ、擁護するわけですけれど、その自由っていうのが、まあ、自己所有といって自分の体を所有するから、自分の体をどうするかということは自分が決定できる。まあ、その売買春をして苦しむのが自分なんだから、うん、別にそれは自分の判断でやるんだから好きにさせてくれよと、うんうん、でそれは国がそこを制限する必要ないよね。そうです、そうです、そうです。そういう論理に立てば、まあ、合法化論出てくるわけですね。うん、そうするとじゃあ日本の政府はあんまりリバタリアンではないということですか。今までの法律はそうではなかったということですね。例えばバイクのヘルメットを被らなきゃいけないとか、そうですよね、はい、あれも別になんか自分が怪我するだけなんだから、そうです、頭を打って死にたいやつはヘルメット被んなくていいじゃんっていうのがアメリカなんですけど、そうです。日本はなぜか警察が止めてヘルメット被らないと罰金取るよみたいなことをやってる。そうです、そうです。過保護ですよね。まあ、もともと明治以来法律がありますので、うん、昔作られた法律には公訴両読とかね、これ道徳的な要素が強かったわけですね、うん、でそれが維持されている部分もかなりあるので、一部は変革されてますけれど、一部はそのまま残っていると。変革されてるってことは割とじゃあそのリバータリズム的な考え方になってる部分もあるんですか。ええ、まあ、道徳の領域でそれほど多いわけではないですけれど、うん、実際の市場経済に関わる部分では小泉政権の時などもずいぶん変わったわけですね。ああ、はいはい、まあ、その非正規雇用が増えたりとかだったり、ですからこのリバタリアニズムの論理は一番中心に使われているのは市場経済に関する議論で、自分の体で労働した成果は自分のものだ、だから、その自分の資産や財産を、まあ、福祉のためとはいえ国家が課税によって強制的に取り上げるのは不正義だと。あ、つまり援助交際 OK 派の人たちにとってみたら、はい、損するのは自分なんだから自分の判断で決めるんだから何やってもいいだろうと。簡単に言うとそうですね。それはじゃあ国が干渉するな、はい、国は最低限のことだけやってればよくて、はいはいはい、自分たちの生活に干渉するなって考える人たちがじゃあ6割だと。そうです。でじゃあ次の質問いってみましょうか、はい、そう考えると国家側はだんだんでも過保護になってきてますよね。まあ、過保護な方向から自由化する方向に少なくても10年ぐらい前まで動いてましたね。お、じゃあマイケル・ジョーダンやビル・ゲイツに貧者に福祉を行うために重い課税をすべきか、まあ、つまりマイケル・ジョーダンやビル・ゲイツは自分で金を稼いだんだから、うん、福祉をやりたかったら自分でやればいいと、うん、まあ、実際ビル・ゲイツはそういう財団作ってますからね、はい、でそれを国がわざわざ取り上げてやるっていうのはそれは、まあ、マイケル・ジョーダンやビル・ゲイツの選択の自由を奪ってるのではないかと。そうです、そうですという論理ですね、はいはい、重い課税をすべきか。でも日本人こういうの、あの他人の金だからすべきの一応しそうな気がするんですけど、おっそうでもないんだすべきでないが多いですね、うん、これは貧者、重い課税をすべきか、すべき36、すべきでない、へえ。この結論はリバタリアンの方が圧倒的に多いということになりますけれど、あ、でもネットはリバタリアン多いって言われますよね。あ、そうですか。これはあの論問いとしては正義についての2番目の立場の中にリベラリズムとリバタリアニズムというのがあって、リバタリアニズムの方は課税すべきではない、それに対してリベラリズムという側ですね、ジョン・ロールズというまあ重要なアメリカの哲学者が言い出したことですけれど、まあこれはですね、平等というものを重視してやはり福祉を正当化する思想なんですね。だからこのリベラリズムの立場に立つと課税すべきだということになってくるということですね。僕は課税すべき派ですかね。あ、じゃあリベラルの立場ですね。うん、まあ、あの理由としてはマイケル・ジョーダンが稼いだお金というのは、はい、純粋にマイケル・ジョーダンの能力だけによるものではない、はいはい、例えば、はい、バスケットボールを発明したのお前じゃないだろうとか、はいはいはい、っていうのでその社会が割と積み上げてきたものを利用して初めてマイケル・ジョーダンが金稼げたわけじゃないですか、はい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 、だからある程度それは社会に還元した方が、はいはいはい、で還元されたお金でまたバスケットボールみたいなのを発明する人が出てきて、はい、でまた第二のマイケル・ジョーダンみたいな人がそのスポーツで現れるみたいな可能性があるんで、まあ社会に還元してもいいんじゃねって僕は思うんですけど、6割の人は思わないと。
今の論理はやっぱりリベラルのリバタリアンに対する批判なんですね。あ、そうです。はい、やっぱりリバタリアンは全部自分の立場でやったって言うけれど、チームのみんなだって協力してるじゃないかとか、マイケル・ジョーダンがそういう運を持っているのは彼個人がやったことじゃないじゃないかとか、そういう形でリベラルの人はリバタリアニズムを批判をするんですね。へえ、だ僕結構税金を払ってるんですよ、うん、全然関係ないですけど。ですから先ほどのですね、売買春を合法化すべきだという立場でも、今の設問ではリベラルの方に支持する人もいるわけですね。2つに分かれてくるわけです。おお、そうか。じゃあ僕はリベラルなんですね。今のところリベラルです。この質問を解いていくと自分が何者かっていうのが、はいはいはい、そうするとじゃあリベラル派になってると、はい、大体リベラル派の人と僕って話が合う感じになるんですか。はい、はい、今の感じではね。でもさらにその先も出てくるのでやってみないと分からないですね。はい、ほう、そういう感じで、そのリベラルとリバタリアン2つに分かれるんですか。なんか他の観点の人とかもいるんですか。はい、まあ、もちろんいろんな立場が考えられますけれど、政治哲学で最も重要なものというと、まあ、功利主義が第一の立場、第二の立場がリベラルかリバタリアン。まあ、第二の立場っていうのは自由とか権利を重視する立場なんですね。おお、じゃあ次の質問いってみましょうか。はい、戦争責任は戦後世代が責任を負うべきかどうか。あ、こう来た。はい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 。これはサンデルが日本に来て8月にやった時の出たテーマですね。こう、まあ、謝罪知るって話ですね。そうですそうです、はいはいはい、日本もよく言われてますけども、はい、同じくアメリカの現場投下責任についても大統領が謝罪すべきかどうかと、はいはいはい、2つを噛み合わせて聞きましたね。おお、だいぶ結果は偏りましたね。なるほど、やはりリバタリアンが多いという結論が出ますね。追うべきは2割、追うべきではない8割、はいはい。これは論理から言いますと、その、まあ、日本というコミュニティがあるわけで、戦後生まれた人は当然ながら戦前日本がやったことについては自分のしたことじゃないんだから責任を負う必要がない、まあ、こういう個人の責任の取り方っていう問題になるんですね。それに対してコミュニティの一員としての責任があるという考え方に立った場合は、日本というコミュニティの一員なんだから戦前の世代がやったことについても自分たちが責任を引き受けるべきだ、謝罪すべきだという、こういう議論になるということですね。でこのリベラル・リバタリアンに、まあ、対立する第三の正義の立場はですね、善とか美徳を強調するんですけれど、コミュニタリアニズムと言われていて、コミュニティに帰属する、コミュニティとしての責任、コミュニティの一員としての責任ということを強調するので、この場合責任を引き受けるべきだというのがコミュニタリアンに近い立場でした。逆にリベラル・リバタリアンは個人の責任を強調するわけですから、自分は関係ないよと、こういう話になるわけですね。でも戦争責任を引き受けるべきになっちゃった場合って、例えばその生まれた瞬間になんかものすごい悪い戦争をした国の人だったとして、はいはい、なんかいきなりものすごい重税を課せられてる可能性があるわけですよね。生まれた瞬間になんかそのものすごいお金を他の国に払わなきゃいけないみたいな、はいはい、俺何もしてねえの、はい、なんでみたいな、はいはい、っていう状態になる気がするので、さすがにそれは社会の発展を阻害するので僕は追うべきではない派だったりするんですけど、うん、そうするとやっぱり今の流れの中ではリベラルですね。あれね。おかしいな。はい、じゃあちょっと次の質問に行ってみますか。とりあえずここで、あ、ここで終わりますか。第1弾、はい、というわけで僕は、はい、僕はリベラルであるということは自分で分かりました。はい、うん、でも戦争を追うべきっていう人もいるんですね。はい、でもそれって下手をすると人種差別になりますね。はい、別にその人種に関わらずその国のメンバーであればいいわけなので、その国のメンバーが単一の人種で構成されていた場合って、はいはいはい、例えばそのじゃあ仮にそれをユダヤ人という名前だとしました、はい、で、はい、それが世界中に戦争をしました、はい、でその後生まれてきたで負けましたと、はい、でもそしたら世界中の人から賠償責任を負わされるわけじゃないですか、そのユダヤ人さんは、はい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 、で世界中の人からなんか金取られていくっていう状況になるのって、で多分国家としてやったことなんですけど、実際問題ユダヤ人を見た瞬間に あいつらっていう風になっちゃうわけじゃないですか、それは人種差別になっちゃう気がするんですけど、まあ、これは差別という風に見られる場合と逆にすごいいいことしたという場合もあるので、どちらでも集団としての関係性が自分に関わってくる、同じことは家族とか大学とかいろんな集団においても考えられるということですね。もちろんその全部自分が引けるという必要はなくて、あくまでもまあそのうちの一部ということになるわけですけれど、うんうんうん、僕なんかいいものだけ引き受けて悪いものは引き受けない派なんですよね、うん、なかなかそのどちらかと論理的に成り立たないというのがミソですよね。はい、まあ相続税みたいなもんですよね。相続税、その親の遺産を引き受けるんだったら代わりに親の借金も払わなきゃいけないみたいな、うん、そうです、まさにそういう論理ですね。はい、というわけでじゃあパワーポイントの方行ってみましょうか。
出せます画面。はい、ロールズの魔術を解く。はい、まずロールズ誰やねんってとこから聞いていいですか。はい、この人はですね、政治哲学をある意味では復興させた、まあ、その意味で非常に重要なアメリカの、まあ、政治哲学者ないし法哲学者なんですね。じゃあ日本でいうと小林先生みたいな感じですね。まあ、アメリカのハーバード大学の教授で、ある意味でサンデルという人はこのロールズを批判したことによって有名になった人なんですね。ですからサンデルの議論を知るためにはまずロールズを知らないとわからないと。いくつくらいの人なんですか。いや、もう亡くなっています。で、1970年代の初めに正義論という本を書いて、それ以来正義というテーマがですね、政治哲学でとても大事になりました。ってことはじゃあロールズさんがいなかったらアメリカでもそこまでその正義が何たらみたいに言われてなかったかもしれないですか。まあ、アメリカの政治の中では正義っていう概念はとても大事ですけれど、これを学問的な議論として復興させたのがロールズ。アメリカ人でも正義って好きですよね。はい、とても好きです。なんかすぐ正義が何たるとか言い出すじゃないですか。そうです。日本の政治家で正義について語ってる人ってあんま見たことないですけど、はいはい、あれはですから なんかの病気なんですか。もうアメリカではもともと国を建国する時から神に使命を与えられたという発想がもともとあり、第二次世界大戦でも自分たちが正義の戦争をしたという自負心があり、そして社会全体で正義が何かということを問うてるんですね。だけど学問ではですね、やっぱり科学が影響してきて、そんな政治哲学なんかできないんじゃないのという考え方が増えてきた。その中でロールズが現れて、こういう議論をすれば正義論が学問的にもできますよと、こういうふうに言ったわけなんですね。確かに何が正しいかっていうのがそもそも学問の範疇ではないってみんな思ってますね。そうなんです、そうなんです。それをじゃあ学問の範疇に収めたのがロールズ、はい、そうです。優秀ですね。それを復興させた、その意味で偉大な思想家ですね。で、そんなロールズの魔術を解くって割となんかロールズが悪いことをしたみたいな題名ですけどこれはサンデルの立場から書いてるからなんですけれど、ロールズという人は先ほどのリベラリズムの立場をまあ作り上げた、その出発点の人なんですね。はいはい。で、まあ、彼の思想がどういう思想かというと、まあ、仮にですね、自分が、まあ、例えば男か女かどういう立場かどういう能力かそういうことを知らないと仮定してみようと、これを無知のベールっていうんですね。で、無知のベールのもとに立っている人々が何が正義かを考えて合意すると、でその結果現れてくるのが正義の原理だと。で、まあ、その正義の原理をロールズは2つあると言ったんですね。1つ目は、まあ、人間が基本的に自由だと、これはみんなが平等に自由だということは合意するだろうと。2つ目が非常に重要で、格差原理というのですけれど、最もまあ貧しい人、最も惨めな人にとっても意味があるような、そういう格差は社会的に許される、逆に言えばそれ以上の格差は許されないという論理なんですね。じゃあある程度の格差は許容する。そうです、そうです。つまり社会主義や共産主義のように全く平等にしてしまうと、いくら働いても同じ所得になってしまうわけだから、人間が働くインセンチブがなくなってしまう。まあ、そしたらとりあえず働かなくなる。そうです。最近のワーキングプア論争もそんな感じですね。そうです、そうです。お金くれたら俺ら働かなくていいからっていう。そうです、そうです。で、逆にですね、今度はワーキングプアじゃねえや、なんだっけ、ベーシックインカム、ベーシックインカムね、はい、今度はですね、その差があんまり開いてしまった場合はですね、自分が、まあ、もし最も惨めな人であった場合はひどい目に遭ってるわけだから、それはやっぱり不正義だと。だから自分が最も惨めな立場でもある程度は、まあ、所得を、まあ、縮めてもらう、復讐をしてもらうと、そのことによって、まあ、正義というのが確保できるんだと。だから所得格差の問題に関する正義というのは全く平等ではない、かといって今までのアメリカのようにあまり極端な格差でもない、そういう、まあ、中間レベルの格差になるわけだから、福祉がやっぱりある程度必要だし正当なんだ、これが正義だと。これがロールズの議論で、じゃあそのものすごい上の人は全然作っていいですよと、ただこっから下に下がるやつだけは作るのをやめようっていう、ただその人たちを低い人を救うためにはすごい人たちに課税をしなきゃいけないわけですね。先ほどのやっぱりマイケル・ジョーダンとかビル・ゼイクスに課税をして復讐をしようという話になってくるので、ロールズの議論はやはり課税を正当化する議論、その意味で福祉国家論あるいは福祉政策を正当化する議論なんですね。これがロールズの議論で、それによって正義という考え方が、まあ、政治哲学に復興した、また政治哲学そのものが復興したわけなんですね。でもそのロールズが出る前からその弱者保護みたいな政策自体あったんですよね、はいはい、教会のそのなんかご飯あげますみたいな、はいはい、ですからそういうことは例えば労働運動の成果として、まあ、ヨーロッパでも起こっていたしアメリカでもある程度あったわけですけれど、それを論理的に正当化する論理がまあなかったと。それを正義だというふうに説明してさらに促進しようとしたのがロールズたち。
まあ、平等主義的なリベラリズム。ロールズはその枠論にしただけじゃなくて促進も考えてるんですか。まあ、ロールズの議論の結果としてはですね、まあ、政策としても福祉政策を強化すべきだという議論になるので、彼らは、まあ、平等主義的なリベラリズムと呼ばれています。でもその要は、弱者の人に何らかしらの保護を与えることでその人たちが何らかしらの価値を生むんだからそっちの方が全体の幸福が増えるよねって功利主義の可能性もありますよね、はい、実は功利主義の論理でも福祉政策を擁護する場合もあるわけですね、はい、ですから、まあ、論理としては功利主義的な論理を使う場合もあるし、リベラリズムの論理を使う場合もあるしまた後で出てくるコミュニタリアンの論理で福祉を擁護する場合もあります。で割となんかいいこと言ってそうなロールズさんに反論しているのがサンデルと、ロバート・ノズィックという、まあ、人が先ほどのリバタリアンで、まあ、ロールズ対ノズィックというのが非常に重要な議論だったんですが、サンデルはですね福祉そのものにはまあ賛成なんだけれどロールズの論理が良くないんではないかというふうに批判をしているんですね。どこら辺がいいかはい、つまりロールズの議論というのはですね結局その自分がどういう人か知らないという事故を考えているわけだけれども実はそんな事故が世の中に存在しないではないかと。実際は我々人間は、まあ、家族を負っているネーションの中の一員であるあるいはある、まあ、立場や能力を持っているというそういう具体的な状況の中の自分、まあ、それを彼は不可ありし事故と言ってるんですけれどね、ロールズの議論は不可なき事故で抽象的でだから現実性は持たない、まあ、完全に自由な人間なんかそもそもいないだろうそうです、はい、そうです。ですからロールズの議論の立て方がおかしいと。まあ、そもそもそのありえないような前提のものを言われても、はい、そんな完全な人なんていないんだから、はい、そんなやつの話してもしょうがないよみたいな、はい、それにある意味ではですねそういう福祉の正当化というのは結局まあ福祉をするときには貧しい人がかわいそうだとかあるいはそれをまあ放置できないとかそういう論理で正当化するわけですし現実にロールズの議論はまさに、まあ、無知のベールをかけてですね自分がもしかしたら最も貧しいかもしれないんだからという論理を取ってるわけですね。だから結果的には、まあ、そういう形で福祉を正当化しているけれどこれは言ってみれば魔術にかけたような話でそれを解いてみれば実は福祉というのはやはりコミュニティの中で、貧しい人を、まあ、救うための論理として考えるべきではなかろうかとこういう議論ですね。でじゃあそのロールズの魔術が解かれ始めてきたと。はい、まあ、サンデルに賛成する立場の人たちはコミュニタリアンというわけですけれど彼らはそのようにロールズを批判をしたわけですね、はい、じゃあ次のパワーポイントの資料の方にどん、共和主義の再生を目指して民主制の不満。そもそも共和主義って何ですか。はい、共和主義というのは古典的には、まあ、ローマ ギリシャローマから始まっていくわけですけれどももともとレスプブリカという公共性なるものを実現するっていう目的なんですね。でそのためには人間が自分自身で自分自身のことを決める必要がある自己統治でもそうすることはある意味でエネルギーやあるいは労力を要するからそうするってことは人間に美徳が必要だとこれを公民的美徳シビックバーチューって言うんですね、まあ、そういうような考え方で政治に実際に参加をするその思想がまあ共和主義と言われる思想です。じゃあそのみんながみんな幸せになるためにある程度モラルの高い人が集まろうよっていうのが共和主義ってことですか。そして実際に政治に関わろう自分たちで決めていこうっていうそういう発想ですね。実は近代の時に王権あるいは貴族が、まあ、自分たちの私的な利益を実現するために宣誓をしたというふうにみんなが勢踊って王権を潰したわけですね、まあ、王様が自分の利益を増やすために、はいはい、じゃあ例えばその豊臣秀吉が朝鮮に攻めるぜって言って、はいはい、別に朝鮮攻めたからといって俺ら何もメリットねえけどなぜか兵隊みたいな人が、そうですそうですちょっともう攻めたくないっすみたいな。そうですそうです、はいはい、そこで公共性を実現するために王権や貴族性を打倒して人々が自己統治を行うような政治を作っていこうと。そこで王権なき政体のことを共和政治共和政体というようになるわけですけれど、まあ、日本は起きてないですけど、まあ、他の国はそのフランスだったらルイ南西をこうみんなでこう叩き落として、はい、じゃあそこでこうみんなで議会を作って話し合いで決めようねって王様を引き落としてみんなで話し合いを決めるっていう主義を作ったと、はい、そうです、はい、ですからフランス革命がありアメリカ独立革命があって両方とも共和国になったと。はいはいはい。ですアメリカという国を、まあ、サンデルは、まあ、歴史的に追いながらですね実はアメリカの政治や経済を初め作っていた考え方はそういった共和主義の考え方だと。で通説ではですね、自由主義ないしリベラリズムが中心だったと考えられたけれどもともとアメリカは共和主義が中心の国家でそれがまあ20世紀特に戦後になってリベラリズムに覆ったと。その結果さまざまな問題が現れて民主制に不満が生じたんだと。そこでその状態をもう一回元に戻して共和主義を復興させるべきだというのが民主制の不満というサンデルの
政治哲学の首長の議論なんですね。具体的にはどんなそのズレが発生したんですか、リベラリズムになってきて。つまり共和主義の場合はですね、今言ったように、まあ、自分の、まあ、バーチューですね、美徳によって政治や経済を自分自身で、まあ、決める、動かすと。だから政治においてはまさに民主主義ですけれど、例えば経済の場合はですね、まあ農家とかあるいは商業の店主が自分自身で運営するっていうことですね。要はモラルを持った人が自分自身で判断して、はい、物事を決めていきましょうねっていうのが共和主義である。そうです。でリベラリズムだと儲かるんだったら何やってもいいやみたいな方向になってしまって、はい、モラルのない人が増えてしまう。まあそういうような批判のルートもあるんですけれど、まあ戦後に起こったことはですね、どちらかというと今度は権利の主張が中心になっていくと。だから福祉においてもまあ福祉の権利という話になるわけですけれど、まあ自由権利、それを尊重するような憲法の解釈になったり、あるいは政治や経済においてもそういう発想で運用するようになった。じゃあなんかいちいち権利が権利がって言うんじゃなくて、その自分たちのモラルで判断しろよっていうことですか。はい、逆にリベラルやリバタリアンの立場はですね、モラルとか何が良いかとかそういうことは政治に関係させちゃいけないんだと。あくまでもみんなが合意できる権利で決めるべきだって言うんですよ。はいはいはい、でも実際の政治はそうじゃなくて、まあ、環境問題にしても福祉の問題にしても何が良いか、何が良い生か生き方かというところから考える必要があるのではないかというのがサンデルたちの批判なんですね。もともとそのなんか日照権みたいな権利はなかったわけだから、はい、明文化されてないその日照権みたいなのを欲しがる必要はないよねっていうのがリベラル派ですけど、はいはい、いやさすがに太陽当たんない家はかわいそうだろうっていう、はい、かわいそう論理から、はい、その何らかしらの保護を与えようっていうのは、はい、じゃあ美徳でいく共和主義的な考え方、はいはい、まあリベラルの論理から言ってもですね、日照権っていう権利を作って解決しようって考え方はリベラルの論理、はい、それに対してそんな権利なんか言わなくてもまさにおっしゃったようにですね、これは環境への配慮とか人々の配慮によって政策で決定していけばいいんじゃないかというふうにコミュニティアリアの人たちは考える。じゃあ別になんか法律でそういう権利があるからあなたにこれが与えられるんでって言わないで、かわいそうだからやるわっつってあげちゃったとして法律を作ればいいわけですね。別に権利に基づかなくても法律は作れるわけだから。でもそれでなんかその作った法律を説明した時に、じゃあこれは何々権ということにしようっていう名前付けの問題なのか、どういう法律が作れるかっていう中身がやっぱり変わっていくわけですね。権利として認められない法律が作れなくなってしまうわけですから、例えばさまざまな政策を行うときに、環境に優しい、まあ企業とかね、そういうところに例えば税を、まあ、低くしようと、これはやっぱりなかなか権利の発想では難しくて、そういう人々の価値観によって政治が決める。あ、まあ、つまりそのなんかエコ権、権利じゃないですよね、うん、まあ、エコに割と増進している会社は税金が安くなるっていう場合は、はいはいはい、それは権利ではなく国が決めた保障ですよね、はい、ですから、まあ、多くの人々がやっぱりこれは環境に優しいそういう政策を促進しようと考えれば自己統治ですからね、自分たちでそういう政治を決定して法律を作ろうと、そうすれば環境であれ福祉であれさまざまなことに配慮する法律が作れるはずだというふうに共和主義なら考えるんですね。ところがまあリベラルが多くなって、でも最近はじゃあ共和主義にちょっと戻り始めてきた。まあサンデルたちがこの批判をした段階ではですね、やっぱりリベラルリバタリアンが圧倒的に優位だったので、それに対する批判をしたのがまあサンデルたち、この場合はまあ共和主義。サンデルたちって1900何年ぐらいの話ですか。まあ、ロールズの正義論が出たのは1970年代、それに対する批判、コミュニタリアンの批判が始まったのは80年代ですね。じゃあサンデルのこの本出たのは90年代だった頃。そうです。そうすると確かに日本はモラルとかも全然関係なかったですね、はいはい、金儲かったら正義みたいな、はい、まあ、そういう時代ですね。既にその段階から批判は始まっていたけれど、まあ、それがだんだん大きな存在感を持ってきたのはやはりバブルが弾けたり、あるいはアメリカで言えばリーマンショックの後ですね。それは現在サンデルがブームになっているというのはそういう政治経済の状況が影響していると思いますね。その経済儲かるんだったら何をやってもいいよねっていうところで、まあ、割とそのアメリカのウォール街の人たちがものすごいお金の儲け方をして、はい、で一気に失敗しちゃって、やっぱりそういうのは制限すべきだよねっていう。確かになんかそうです。そのまあまさにアメリカの発想がリバタリアニズムと関係してたので、リーマンショック以来コミュニタリアンから見ればやはりリバタリアンの議論は間違いであったという批判をするようになってるわけですね。ある意味でオバマ大統領の誕生というのはそういったコミュニタリアンの方向にアメリカの政治が変化したということに現れていると思います。じゃあ、まあ弱者は死ねえっていうところから、じゃあ国民みんなで保険に入った方がいいよねっていうのが国民皆保険を始めるみたいな。そうです。だからオバマ大統領があまり金持ちの
まあ、経営者がジェット機で、大統領府に乗りつけて救済を言ったことを批判したり、ね、はいはい、ね、GM の救済してほしいんだったらジェット機で来んじゃねえよみたいな、ですまさに善とか道徳っていう観点から批判したわけですね、はいはい、それを、まあ、確かに会社の経営がものすごく優秀であれば別にジェット機のコスト以上の働きをするんだからジェット機乗ってもいいじゃねえかっていうのが多分リベラルだろう、ね、リバタリアですね。その人がなんか一生懸命なんかプライベートじゃないところで時間を潰して、そうです、その他仕事に使えないんだったらその時間を仕事に使ってもらった方が効率いいよねっていうのではなく、あくまでジェット機に乗るようなやつはムカつくっていうところから行ったっていう、はいはいはい、それはモラルの問題じゃなかろうかと。だから日本でもですね、その自己責任論っていうのはリバタリアン的な論理が強力な時に非常に有意ですね。だからイラクの人質問題なんかの時にも自己責任論っていうのはすごく重要だったんですけれど、これはリバタリアンの論理と関係する論理ですね。関係してるんですか。うん、やっぱり自己責任自己決定というのはこうリバタリアン的論理ですね。あ、イラクの人質事件、はい、あ、はいはいはい、自分たちで行ったんだから別に外務省のお金使わないで死んでこいっていうのと外務省のお金使って助けようよ、だってかわいそうだもんみたいな、はいはいはい、あの時に家族が謝ったりしたわけですけれど、はいはい、それは自己責任論が非常に強力だったので他の国民の方々に申し訳ないって言って家族が謝ったと。でこれはでも例えば海外から見てもちょっとおかしいんじゃないのっていう議論もあったわけですね、まあ、家族は関係ねえだろうっていうのありますよね、二十、うん、歳過ぎてるしみたいな、そうまた一方コミュニティの観点から見ると日本国民の一員なんだからやっぱりそれは救ってあげるべきじゃないのと自己責任つけ直すべきじゃないのってこういう議論が出てくるわけですね。そういう意味では確かに自己責任論は強かったんですけど今も強いんですかね日本は。まあリバタリアンの影響力っていうのはまだ相当強いですから自己責任論を取っている方も多数いると、うん、他方しかし最近はやはりリーマンショック以来日本でもですねその議論に対する批判とか逆に元リバタリアンだった人が懺悔するとか、うん、そういう例もありますよね。まあ、ある程度助けるべきだと思うんですけど、はい、そうするとどこまでのバカは助けるべきでこっから下のバカは助けなくていいっていうのになるじゃないですか。でも最初1回助けてもう1回イラクに捕まったらもう助けなくていいよみたいな2回やるぐらいバカだったらもういいよみたいなところである程度その助けるラインを決めなければいけないっていうとみんなの道徳っていうラインをちゃんと切らなきゃいけなくなりますよね、はい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 、やっぱりおっしゃることはかなりリベラルのに近いなと思うんですけどリバタリアンではないとでリベラルでどこまで救おうかっていうんですよね、はいはいはい、そっかやっぱりリベラルになっちゃったおかしいなそんなつもりはなかったんですけどね、はい、じゃあ次のパワーポイント行ってみましょうか、はい、お人間改造反対論、はい、はいはいはい、これはサンデル教授が書かれて先ほど話に出たブッシュ委員会の時の生命倫理に関する委員会の、まあ、彼の議論を後で まとめて本にしたものですね、うんうん、それが、まあ、エンハンスメント、まあ、人間改造というふうに簡単に書きましたけれど、はいはいはい、それに対する反対論で、つまり、エンハンスメント はい、をしちゃ、しない方がいいよっていう話、はい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 、でまあその論理としてサンデルはですねやっぱり人間の生命を考えてみるとこれは贈り物なんだと。じゃあ ここで言ってるエンハンスメントはその、まあ、薬で強化したりだったりとか、はい、そのなんか例えば、手術をして身長を伸ばすだったりとかっていう体を治すための医学ではなくて、はいはいはい、何らかしらの能力を成長させるためのドーピングだったりっていうのはやるべきじゃないよねって。そうです。ですから SF なんかの世界例えばガンダムとか、うん、いろんなところでこうものすごいなんか超人間みたいなものが遺伝子工学の成果出てくるっていうストーリーがたくさん出てますけれど、まあ、そういった世界そっちの方向ですね、うん、じゃあワンピースとかドラゴンボール嫌いなんですねサンデルさんはそれに対する危険性を指摘してるという感じでしょうかね。そうするとコボちゃんとかみたいなもう何もない普通の人の世界の方が好きみたいなまあナチュラルの方が大事という感じですかね、はい、コボちゃん派なんですね、これはでも結局ただコーチトレーニングとか、はい、そのある程度自然な感じに見えるけれども、はい、通常の状態ではありえないようなことをやるわけじゃないですか、はい、例えばその、はい、マラソン選手がなんか、はい、コーチ 3000m のところにいて訓練して帰ってきたら、はい、その酸素の吸収量がいいから強いみたいな、あれでそのなんか手術はしてないけどあまりに日常というか現実の延長線にはないことをやってるわけじゃないですか。それはサンデルさん的にはそっちもダメなんですか。そこにもやはり危険性の目を見てるっていう感じですね。危険性これはもっと言うとですね、例えばすごい過保護なお母さんがすごい受験勉強させるとか、それだってある意味では遺伝子工学は使ってないけれど、まあ、強引にですね能力を高めようとしてるわけだから、はいはいはい、まあ、賛成派から見れば教育だってやってるんだから遺伝子工学使ってもいいじゃないかって議論になるわけだけれど、サンデーの議論はいやそうじゃなくて教育だってやりすぎるのはやっぱり良くないんだとそういう議論なんですね。へー、
やりすぎ良くない論なんですか、うん、そうです、何をもってやりすぎと決めるんですか、まあ、そこのところの基準がよく議論されるところですけれど、先ほどのエンハンスメントであれば病気治療か、それともまあ健常な人をさらに伸ばすかって、そういう議論ですね、うん、あまあ、うん、ドーピングが副作用があるかもしれないから制限した方がいいよねってなるんですけど、はい、はい、じゃあ、副作用のない、そうです、人間改造はしてもいいと思いますか。これいい重要な論点ですね、はい、副作用のない人間改造はしてもいいと思いますかというアンケートを、うん、はい、すいません、サンデルさんはでも副作用があっても NG、はい、あ、なくても NG、はい、そうです、そうです、まさにそう書いています。へ、あと遺伝子工学に対する反対論としては、うん、今の段階ではまあ副作用弊害があるっていう議論があるわけですけど、うんうん、仮に技術的にそれが克服されても問題ではないかという、そういうまあ問題です。でもなんだろうな、例えばビタミン C の錠剤を飲むとかっていうのも昔は存在しなかった技術じゃないですか、はいはい、でそれで食べ物以外からでビタミンを摂取するっていうのをやっているから、それもエンハンスメントになるっちゃなるんですまあ、そこは普通エンハンスメントに言えないで、まあ、健康食品というふうに考えているわけですけれど、その辺のボーダーラインがどうかという議論になってくるわけですね。どこまで認められてどこまで認められないか、うん、でもプロテイン、あ、アンケートはまだ出ない感じですか。プロテインを飲むとかもでも特殊ですよね。あ、来た、副作用のない人間改造やってもいいか。はい、いいえ。でプロテインってその抽出したものとしてありますけど、はい、そのまま自然界にはないじゃないですか、はい、それそのものは、はいはい、で、はい、あれを毎晩毎晩飲んで筋トレしてっていう、はいはいはい、あれはサンデルさん的にはどうでしょうね。それについて書いてないのでわからないですけれど、まあ、彼がはっきりと言ってるのは遺伝子工学の応用なんですよね。うーん、遺伝子工学はやっぱまずいと、はい、彼はそういうふうに主張していると。で他のさまざまな薬品とかね、うん、それで記憶増強とか、うん、それはどうだろうかっていう、まあ、ボーダーラインがいろいろと論じられるところですね、うん、副作用のない人間改造やってよいか、はいが 68%。 おー、割とじゃあみんなやってもいいですね。人間改造が多いですね。アメリカでは極端にそういうのを超人間と言ってて、そういうスーパーヒューマンを作るっていうことを主張しているグループや人間がいますので、ゴルゴ13を作ろうまさにそういう感じですよね。じゃあみんな OK なんだ。やはり基本的にもちろんリバタリアン、リベラルが OK の人が多いので、その傾向が出てますね。じゃあ受験勉強の時に記憶能力が良くなるドラッグを飲んでもいいのか、これも面白い議論ですね。受験勉強の時記憶力が良くなるドラッグを飲んでいいかで、副作用はないと。これは実際にやれることですからね、うん、今日本でもね、まあ、実際もやってる人いっぱいいますからねそうでしょうね僕の友達も大学受けるときやりましたから、ね、うん、あとなんかアメリカの大学受ける人も結構やるっていう話は、あ、そうですか、聞きますよね。あ、うん、暗記パンみたいなもんですね。なるほど大体それです、うんうん、まあ、スマートドラッグと言われるやつですけど、うん、まあ、でもさっきの話でいくと、記憶力の良くなる薬を飲んでよいか、はい、はいか家で答えてください、さっきでいくと人間改造 OK 論だから7割ぐらいが OK というはずですよ、ね、というふうに出てくる、副作用のない薬なんですから、スマートドラッグで検索するといろいろ出てきますけど、あの、はい、法律的にも微妙だしモラル的にも微妙なんで僕は進めてるわけではありません、はい、一応そこだけは、まあ、実際に本当に効くのかどうかもよく分かんないですよね。むしろダメな理由は何なの。ああ、いいんだ、うん、65%、 だいたい先ほどと同じような結果になってますね。じゃあ割ともう超人間みんな OK、うん、まあ、超人間ってもっと先に行くんですけれどもね、じゃあ副作用が問題であると、で副作用がないんだったら何やってもいいよっていう、はいはい、でサンデルとはちょっと違う、はい、その立場の人が多いですよね。あ、まあ、でもあのもっと徹底した形態について、まあ、違法論とか反対論を展開しているわけですけれど、これはその前提になるような、まあ、出発点の話ですね、徹底した状況、例えばその脳になんかコンピューター入れるとかプラグ刺すとかですか、まあ、論理的にはそういうことも論じられているわけですよね、まあ、普通はもうちょっとその遺伝子工学によってより優れた人間を作るとか、優生学的な発想、実はこれを新優生学というふうに、まあ、サンデル自身述べていて、昔の優生学っていうのはナチスドイツのように、まあ、強制的にですね手術をしてしまったりするわけですけれど、はい、新しい優生学の場合には市場でやるわけですね。だからお金を出してより優れた人間、昔だとその例えば障害者が生まれてしまいましたっていうと殺してしまえっていうナチスの、うんうんうん、
まあ、郵政学っていう、はい、まあ、批判されているのがありますけども、で日本だと実はサンバさんがやってたりもするんですけど、生まれた瞬間にこう締めちゃうっていうので、はいはい、だ日本とドイツは実はそういう思想を持っていたけども、はい、今表向きはなかったことになってますよっていう郵政学とは違う新郵政学になってきたと、はいはいはい、そうです、はい、もう典型的には男女の産み分けですよね。あ、はいはいはい、それに遺伝子的な技術を使って産み分けようと、まあ、お金を出して過ごしてますよね。一人っ子政策だから女の子が生まれたら捨てるとか閉めるっていうのをやるけど、はい、男の子だったらそのまま育てる。そうです、はい、でそれをもっと先進的な遺伝子技術を使えば、まあ、生まれた後殺さなくても初めから選別してできるっていう話ですね。ああそうすると殺さなくていいわけだからむしろいいじゃんって話ですよね。という議論が出てくるわけですよ。果たしてそれでいいかというふうに今サンデルは議論してるわけですが、ああで子供はやっぱり自由に生まれてきてそのまま育つべきであるっていう、うん、自然な状態が良いというサンデル、うん、そうですそうです。ああそっか、吉田さん、はい、超人は人間と言えるんですかって。まあ人間とは何ぞやっていう定義になっちゃうと思いますよね。まさにそうですよね。例えばその脳だけあって体のパーツ全部なくなってしまった人を人間と呼ぶかみたいな、はいはい、いや哲学的にはそういうことも論じられています、はい、ちなみにそれはどちらだと思います。まあ、定義問題だと思うのでそれは人間をどう考えるかという問題なんですけれど、はい、でもそうあるべきではないとは私は思いますね。はい、まあ、ガンムっていう漫画でそんな話がありますけどね、うん、まあ、完全な人間とそのなんか体が、まあ、脳が人間で、体が不完全なアンドロイドだったりっていう人たちと、脳がチップで体は生身っていう人たちでどっちが人間なのっていう、はいはいはい、っていう、こう問いがあのその漫画の最後の方なんでネタバレしましたけど、はい、そういう話ありますよ、はい、なるほど。これはパーフィット哲学者もそういう問題を論じていて、うん、何が人間かって、ね、意識の継続性が人間じゃないかとこういう議論になっていくわけですね。体じゃなくて、あ意識が継続している限りそれは人間であると、はいはいはい、じゃあそうすると記憶喪失になった時点でその人は死んだとまで議論してるかどうか覚えてないけれど、でもそういう論理の可能性を払いますね。はい、じゃあサンデルさんは割と保守的なんですね。この点では文化的には保守主義と同じ陣営なんですね。ただし政治的には保守的ではないです。なんでそんなそこだけ保守的なんですかね。あの基本的に彼は善とか美徳というものが非常に大事だと思っているので、まあ、リベラルリバタリアンは善とか美徳っていうことを政治には関わらせないわけですね。で関わらせるべきだという点では道徳的な保守派とサンデルが同じ論調を取っている場合があると。特に生命倫理の場合そうなんですね、うん、でも善とか美徳の定義をしてしまうということが実は危険なことな気もするんですけど、うん、まさにリベラルリバタリアンはそういうふうに言ってる。ああなんだ台本でもあるんだよ。はい、じゃあ次のパワーポイントいってみましょうか、はいはい、最後、サンデルの政治哲学の本質とは、はい、これはだから今言ったことと関係するんですが、私はですね、うん、まあ、2つあると、うん、1つはやはり今言った善美徳ですね、うん、これと関わらせて正義を考えるべきだというふうに言っているので、リベラルリバタリアンはそういう価値を考えない、その意味では世俗的な議論だと思うんですが、うん、サンデルたちの議論はですねやっぱり精神性っていうのを強調する、あるいは倫理性を強調する、これが一つと、もう一つはですねリベラルリバタリアンの場合個人をあくまでも中心に考えるわけですね。個人の自己決定自己責任、それに対して、まあ、共同性ですね、コミュニティにおける共同性共通性、まあ、そういったものを重視するのが、まあ、コミュニタリアンと言われる人たちの特徴なので、共同性、まあ、はい、共に生きる共に何かをするっていう共にですね、なんか共通性、リベラルとかでも他の人と一緒にやった方が効率いいよねっていうところでは共同、はいはい、共同っていうか、まあ、周りを意識しますよね、はいはい、とはまた違うんですか、まあ、アイデンティティに関わる共通性っていうんですね、だから例えばある集団の一員だというような共通性、だからみんなで力を合わせてやっていこう、あ、はい、あのネトウヨの人が俺日本人だからみたいな、はい、それもそういう中に入りますよね。でロールズの場合は例えば復讐をする場合でもあくまでも自分のための復讐ですよね、あの、はい、無知のベールをかけて自分自身がこうなったら困るから正義に合意しよう、あくまでじゃあ自分がそうなったら困るよねっていうのと、はいはい、そのまあ、同じ日本人同士なんだから、はい、そもそも助けなきゃいけないよねっていう、はい、そうです、そうです、ああそういう考え方、はい、そうです、だからリベラリズムの場合は他の人には無関係な自己利益を追求する、うん、そういう人間を想定する、それしコミュニティアリアの場合はやっぱり共通性共同性が大事だと考えるから、共に生きるとか共に行動する、うん、あるいは他の人のためにどうするってこういう考え方が強く出るわけですね。それと逆にじゃあ自分がそうなる可能性とかを意識しないで、単にその自分が同じコミュニティ、まあ、同じ県の出身で同じ国の出身だから助けるっていう論理、まあ、仮にコミュニタリアンの場合ですね、うん、自分があるコミュニティの中で豊かであってもね、うん、この人見捨てられないからやっぱり福祉やろうって話になるんですね、仮に重税かかってきたとしても、
逆にでも物事を考えなくていいから楽ですね。その意味では、まあ、魔術を解くとコミュニタリアになると私は言ってるわけですね。こちらの方が素直な論理じゃないかと。はいはいはい、まあ、確かに何も考えなくて、まあまあかわいそうだからっていうか、まあ、自分と同じグループだから助けちゃなきゃいけないよね、はいはい、そういう責任があるよね、はいはい、まあ、ある意味では素直な考え方で昔の宗教なんかではそういう発想を取ってたわけですね。おお、でサンデルさんは割とじゃあそっち側寄りになっているんですか。そうです、そうです。ですから、うん、まあ、今リベラル・リバタリアンの協力になっていると、うん、道徳とか善とかを、まあ、議論しない。その結果ですね、まあ、レーガン時代とかブッシュ政権の時のような道徳的保守主義が政治的保守主義になってしまうわけですね。で、まあ、アメリカではモラルマジョリティってキリスト教の原理主義が、政治を大きく変えてしまったわけですけれど、それは危険だと。だからネオリベと言われてる人たちですか。これはキリスト教原理主義、道徳的保守主義ですね。それが政治的保守主義、それに対して道徳とか善についてしっかりとみんなで議論していこうよと。そうすれば例えば福祉の擁護なりなんなり進歩的な政治にもつながっていくというふうに考えるわけですね。でもこういう素直なモラルが正しいよってなると別にもう議論もいらないわけですよね。まあ、でもその何が素直なモラルかっていうことは今日非常にたくさんの意見があるので、これは議論しないと決まらないと。昔だったら宗教的にこうだって決めたものがですね、今例えばまあ同性結婚をどう考えるかとかね、さまざまな生命倫理もそうですけど意見が分かれてくるわけだから、これは誰かがこれだと決められないので、まあみんなで議論しようと。しかしこれは道徳的問題として議論することが大事だっていうことですね。おお、なんかすごい役に立った感じがするんですけども、うん、でも人はなんかあの正解を求めるじゃないですか。はいはい、多分サンデルさんが言うことは正しいんだっていう、うん、ところでなんかサンデルさんの言うことが正しいっていう方向にしちゃった方が人間楽じゃないですか。うん、なるほど。っていう方向に行っちゃえばいいやっていう感じでもないですか。というかサンデル自身のその白熱教室は彼自身の立場あんまり強く言わないで。今お話しているのはいろんな立場からどういう議論ができるかっていうのをみんなに議論してもらってるわけですよね。だから、まあ、対話型はその人がその人の考え方を進展させて進化させていくっていうことを目指している、まあ、でも我々ってじゃあサンデル自身がどう考えてるかも知りたいやって気持ちあるから、うんうん、はいはい、それに答えて私が本を書いてサンデル自身の主張はこうだということを書いてるわけですね。あ、ようやく。でもサンデルさんってその普通の人がちょろっと聞かれた時の、まあ、さっきの列車の問題とかもいろいろすでに想定して、例えばなんか5人殺した方がいいですって言ったら、はい、でもこれでこうだからこうだよねみたいなことは全て彼頭の中で終わった上で言ってるわけじゃないですか、はい、そうです。そうすると普通の人もなんかそれで聞いて、あ、やっぱ5人殺すのはなんだなとかって考えがどんどん変わってくるじゃないですか、っていういろんなことを考えた最終形がサンドルだとすると、サンデルさんの考えってきっとすごい素敵な考えなんだってなりがちじゃないですか。まあ講義自体としてはやはりですね、サンデルが批判的なところからというか今日現代の主流思想から始まって順番に批判をして、うん、彼自身の考え方に近い思想を最後論じるというふうになっています、はいはい、だからそれを素直に全部ついていけばサンデル派に近づくわけだけれど、うん、でもなかなか学生はそういかなくて、リバタリアンとかリベラルの立場で頑張って、しかもサンデルも場合によっては自分自身がコミュニタリアンに反対するグループになって議論を活性化したりしているので、まあ、その辺は必ずしもサンデル派にならない人も多いですね。へえ。まあ、学問って普通その、まあ、体系立ててこういうものですよっていう正解を作って終わるじゃないですか、はい、そういう意味でその哲学ってあの正解に至らないじゃないですか、はい、そうするとなんかこの人は何のためにやっているんだろうとかっていう、はい、モチベーションとか動機とかで、で多分サンデルはこういう思想を広めたいんだみたいな感じに理解すると理解しやすいじゃないですか、うんうん、はいはい、っていう感じでもじゃないんですね。まあ、これはですね、もちろんサンデルにしても自分自身の思想を主張したいという気持ちも一方であると思うけれど、うん、他方で哲学的な議論を進化させたいという気持ちもあって、哲学史の中で例えばソクラテスなんかの議論は彼自身の結論がよくわからない対話編をずっとやってるわけですよ。だから哲学のある局面でそういう結論を必ずしも提示しないで議論を進化するという、それが重要な要素があり、その部分を白熱教室でやっていると。でも他方サルが書いた学術書では自分自身の意見を言っているとことですね。といったところで、じゃあちょっとメールが来てるっぽいので気軽の絵の方いきましょうか。はい、はい、メールいくつか読ませてもらいます。山梨県の男性の方、フランスでイスラム教の格好で学校に通うことが禁止されたという話があります。サンデルさんならどう考えるのでしょうか。いや、ここにサンデルいねえしサンデルさんならどう考えますかって聞かれてもいねえから。これはですね、
フランスの中でまさにそういう発想をする人たちのことをですね、あの、まあ、フランス共和主義の思想というふうに言うわけですね。これ禁止する側ですよね。でそれに対して、まあ、それぞれの、まあ、コミュニティの価値観などを強調することをフランスのコミュニタリアンと言ったりしますよね。で、まあ、サンデルはアメリカですのでフランスとは若干違うので多元的なことを非常に強調しますから、サンデルの場合はですね、そういう禁止すべきだという立場には組みしないと思いますね。でも全裸はみんな禁止するじゃないですか。例えば全裸教とかあったらサンデル OK なんですか。おそらくそれは、まあ、モラルとか善の観点から、まあ、議論すると反対派が多いだろうという議論で反対していくと思いますね。あ、はい、でもなんか自然状態で言えば全裸じゃないですか。はい、そうするとなんかナチュラル派で行こうぜ、生まれたままの僕っていう。それ例えば昔のねギリシャとかだったら OK だったかもしれないわけ、あるいはある時期のインドだと OK だったかもしれないわけ、うん、そうするとそういう価値観が多いところの場合はそれが正義で OK だという立場のコミュニタリアもいますね。例えば沢地エリカが全裸教になったら僕全面的に賛成しますよなんか美人が全裸教に入るとか言ったらそれ多分男性大体みんな賛成すると思うんですけど、そしたら世間的になんか女性の全裸教は OK って話になるじゃないですか、うん、まあ、そういうようなね、考え方が主流の場合はそれに従って OK だというのが、まあ、いわゆるコミュニティの立場。それに対してサンデルの場合は必ずしもそうは言わないよと。やっぱり、まあ、例えば昔ねあの黒人奴隷がみんな悪いとされた時、それを正義だと言ってしまうと今から見て問題なので、やっぱりその地域のコミュニティの多数派が認めるからといって必ずしも正義では言えない。やっぱり今の我々の立場から議論していこうって、これはサンデルの立場ですね。おお、ということです。はい、はい、ありがとうございます。次の質問です。神奈川県の男性の方、先生の本読みました、モニカ・ルインスキー事件に関してサンデルはクリントンを擁護しているように思いましたが、大統領執務室でエッチなことをしたクリントンに正義があるんでしょうかまあ、モニカ・ルインスキーっていう秘書に元 クリントン元大統領が、アーカンソーの知事時代に手を出したってことですね。はい、はい、そうです。で、まあ、それはどうなんだと。はい、あの正義という言葉は使わないと思うんですけれど、あの場合の、まあ、サンデルの擁護論というのは、例えばニクソン大統領のウォーターゲートの場合は公職の権力をまさに乱用して、まあ、自分にとって不都合な真実を覆い隠そうとしたと。それに対してモニカ・ルインスキー事件の場合はあくまでもプライベートなまあ事柄だと。だから大統領を失職させるような深刻なモラルの問題、あるいは不正義ではないと、こういう議論ですね。つまり職権乱用をしたのはニクソンだけど、あの別にその職権乱用をして、まあ、セクハラをしたわけでもお互い合意の上にやっていたわけだと。じゃあ仮にその、まあ、モニカ・ルインスキーの事件を揉み消すために政治的な力を使ったとしたら、これはダメですね。これはダメ、ダメです。あくまでもあれはプライベートな事柄、はいはいはい、それをパブリックな深刻な問題すべきじゃないと、こういうことですね。そうするとじゃあその政治権力の乱用してなければどんなアホなことをやっててもいいんじゃねっていうのがサンデルです。あのモラルの観点から見たら望ましくないけれど、政治的な大統領の失職とかね、あるいは、まあ、ある政治家の弾劾とか、うん、という問題とは分けて考えるべきだ、例えばホワイトハウスにじゃあそのなんか全裸の女性40人並べていつもウハウハしています、いやもう5時過ぎたからこれプライベートかとかって言われたら世界中からアメリカやべえと思われるじゃないですかそれもありってことですか。だからそれはまさにね、道徳的に望ましくないと思う人が多くなるから、その大統領が次に当選できないとか、その大統領の支持率が落ちていくわけですよね、うんうん、それは当然のことと起こるけれど、まあ、それを根拠に大統領弾劾すべきかどうかっていう問題ですね。例えばそのクリントン2期目になったらもう絶対次行けないから、で別にあのその弾劾裁判ってないじゃないですか。だからそしたら2期目受かった途端に全裸教イエーイっていうのになりましたとしてもサンデルはまあ仕方ないよっていう感じなんですかまあおそらく民主党は許さないだろうと思うけれど、でもサンデルはおそらくそれを原因に大統領を弾劾すべきだという論理は少し分けて考えるべきかなとへえ、はい、例えのひどさで、ねはい、好評な僕ですけども、はい、次の質問お願いします。はい、ちょっと事実関係わかんないんですが、鹿児島県の男性の方、はい、上半身裸で芝刈りをしても良いという州法が通りましたが、ひろゆきさんの考えと同じような手法で通過したのでしょうかそんなこと僕の考えって何まあまあ別に上半身裸でも人に迷惑かけてなくて自分家だったら好きにすればいいと思いますけど、うん、まあ、リベラル・リバタリアンはそういう議論になりますね、はい、そもそもなんか上半身裸じゃダメっていう法律があったんですか知りません、まあ、上半身は大丈夫なのかな私もよくわからない、うん、
変なの。いや、はい、なんかダメな理由が分かれば話になると思うんですけど、うん、なんかダメな理由がいまいち分からないから、まあリベラルです。はい。はい、埼玉県の男性の方、山路徹さんの不倫については正義論的にどう考えればいいんでしょうか。あ、浅木久仁子さんと王子なんとかさんでしたっけ、割となんか熟女に手を出したジャーナリストの方ですけども、うんうん、これはプライベートな事柄ではないんですか。あ、まあそうですよね、大野さんか、まあ、プライベートなんで別に好きにすればよいと、あのパブリックとプライベートを分けるという話では、これはパブリックな事柄として扱われるべきことじゃないという論になりますね。ただしプライベートなことではこれ正義かというかよりも善かどうかですよね、はい、それは善じゃないという人はたくさんいると思いますね。つまりプライベートであればその不倫のようなあの、まあ、モラル的にはどうなのということでも別に OK。 確かにですね、まあ、不倫が、まあ、法律違反だという点から見れば正義から論じることはできますね。だからこれは善と関わった正義の問題として論じて不正義だという、そういう議論は成り立つと思いますね。つまりそのジャーナリストであるっていうプライベートパブリックの問題とは別に、はいはい、不倫をしたということに対してその不倫が善か悪かっていう、はいはい、これは結婚制度をどう考えるかで、それに反する行為を取った場合は不正義だという考え方であれば不倫は不正義ということになります、うん、ちょっとジャーナリストなんだから清く正しくあれみたいなところはないと思う、うん、まあ少なくてもジャーナリストから追放すべきかどうかということになるとクエスチョンかなという話になるかと思いますね、うんうん、まあ、ジャーナリストとか芸人とかやっぱおかしなやつの方が優秀ですからね。それは知りません。はい、次の質問です。山梨県の男性の方、経済学者が社会を語るとき成長の話ばかりで哲学がありませんが、先生はどう思いますか。はい、これは確かに経済学においてですね、哲学はあまりない、そこで経済にも哲学は必要じゃないかという議論を政治哲学ないし経済哲学の方からは提起しています。うーん、でも経済学自体は単なる数式をこねくりますので、そこに心の概念はなくて、できたその理論をどう使うかっていう政治の問題ですよね。まあ、現在の主流派経済学は確かにそうなっているわけですね、はい、例えばケインジアン経済学というのは有効需要を、まあ、ある意味で政府が介入して調節することによって景気を回復させようとしますけれど、はいはいはい、そのお金をどう使うかという議論はないわけですね、はいはいはい、だからこの意味ではサンデルもですね、戦後ケインズ経済学が勝利したということがリベラリズムが勝利したということの典型的な現れだというふうに議論しています。典型的な現れ、現れ、あ、現れ、はい、これに対してですね、例えばあのバブル期の批判として、まあ、不労所得の問題とか、あるいは、まあ、あの企業買収の問題とか、そういったものがですね、経済的には許されているけれど道徳的には良くなかったんじゃないか、あるいはそういうことを許していることが経済の破綻につながったんじゃないかという議論もあるわけですね。まあ、この場合はホリエモンがフジテレビを買うなんてもってのほかであるっていうですね。そういう議論をすると今度は経済の中に倫理道徳を持ち込んでいる、あるいは哲学を持ち込んでいることになるわけだから、まあ経済哲学の場合にはそういう考え方がやっぱり大事だと、こういう主張もありますね。そうするとじゃあ日本は割と経済にモラルを考慮してますよね。はい、ですからもともとの日本的経営という中に伝統的な儒教とかさまざまな道徳の影響を持って経営者はこうあるべきだと、まあ、家訓なんかあったりしますけど、これはですね今日の主流派経済学とは違って経済の中に倫理や精神性を求める、そういう考え方ですね。なんかトヨタが派遣切りをした時もあれは別に派遣契約はいつでも切っていってなってたから切りゃいいじゃんって話なんですけど、はいはい、なぜか良くないみたいな論調になってるんですけど、ある意味で日本型経営の、まあ、長所はある程度倫理や道徳を考えた経営をしてたから発展したんだと、なぜならば信頼というのはとても政治や経済に大事だからだと、こういう議論も非常に有力ですね。まあ、コミュニタリアンの議論はそちらの方に近いと思います。じゃあ割と日本は、そういうのを意識した経営をしている確率が他の国よりは多いんじゃないかと、はい、だから典型的なアメリカ型経営よりいい面もあったかもしれないということになりますね。はい、はい、ちょっともう時間もないので最後の質問です。はい、最近国会で出てくる新しい公共とはどういう意味なのでしょうか。あ、新しい公共、はい、これはですね、まあ、サンデルはじめ我々公共哲学という、まあ、考え方の一番軸に関わる問題で、日本の公共哲学ではですね、公と公共を分けて考えるんですけれど、公の公と公共は違うんですか。はい、そうです。
というのは、まあ、日本語ではしばしば、まあ、同じ意味使われることもあるけれど、まあ、公というのはですね、昔公から始まってご公儀とか公家とかいうように国家とか権力とか天皇制と関わることで使われているわけだから、まあ、官僚制や国家と密接な関係があるのが、まあ、公だと。これに対して人々が、まあ、水平的に連帯して意思決定をしていく、それがパブリック公共だと、共にあるんだと。じゃあ市民がみんなで集まって、例えば1000人で決めたんだから、これは1000人で決めた結構重要な意見ですよっていうのが公共、うん、そうですね、で天皇が決めただけですっていうので、そうです、今1人が決めたんですけどそれが正しいっていうのが公、はい、そうです。ですから最近の日本の政治ではですね、まあ、古い公共と新しい公共というふうにその2つをまあ言っているというふうに思いますね。じゃあ新しい公共っていうのはやはり国家や政府が決めるのではなくて人々が決めていく、あるいはさらに決めるだけではなくて NPO や NGO のように行動していくわけですね。だから国家に命令されてやってるわけではなくて人々が自発的に行動している団体のその行動が公共的に意味を持つ、それが新しい公共だと。それは今割と進んでいるんですか。はい、阪神淡路大震災以来ですね、まあ、ボランティア活動などが注目されて NPO、NGO が大事だという話になって NPO 法ができましたし、今まあ寄付税制の問題として新しい公共を活性化させようとしているところですね。でも国がそこら辺しっかりやってたら別になんか NPO 団体なんか必要ないんじゃないですか。ですから昔の福祉国家論の場合には国が福祉をするって発想だったけれど、まあ財政の問題もあって全部国に頼れないという状況になって人々が自発的にすることによって公共を実現していくっていう、そういう考え方が重要になってきたわけですね。じゃあその福祉国家というか福祉社会を作る上で実はその国自体はものすごく小さい政府にしても民間の人たちがお金を持ってて、それで民間の人たちが公共を賄えるのであれば国家だからといってでかい国家にする必要ないみたいな、まあ大きな国家のことを福祉国家ということが多いので、まあ、福祉社会と言ったりすることがありますけれど、まあ、これ財政的な問題もあってある程度以上国が大きくなれないという時にはその分はやっぱり市民が補っていくべきだ。ただし議論としてはその論理をあまり徹底してしまうと今度はどん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 国が福祉をやらなくなってみんなは君たち自分たちやりなさいというリバタリアンの考えに近づいていってしまうので、まあ、新しい公共というのはですね必ずしも国家がすべきでないということは主張しないんですが、国ができないところをやっぱり市民がするっていう発想はやはりありますね。でも国家的には市民がやってくれるから超楽ちんみたいな感じで国の人的には運営楽じゃないですか。なんかほっといたら文句言われることを民間が勝手にやってなんか問題を解決してくれるから超ありがてえみたいな。ただそれをするためにはやっぱり市民の方がそれができるようになってエネルギーとか美徳とかあるいはそれができるまあ財政的根拠ですよね、これが必要になるので国家もそれに配慮した政策を取っていくことが必要になってくる。じゃあ美徳が重要だとすると割とそのみんな周りの人を助けましょうみたいな、はい、なんか笹川財団みたいな感じですね。まあ、これはどういう行為でどういうふうに助けましょうっていうその問題に関わってきますけれどね、助けましょうということを言う点では確かにそういう点があります。まあ、そっか、そういう意味でじゃあ最近流行っている伊達直人さんも あれは確かにコミュニタリアンの美徳や善のような考え方に近い、まあ、心の状態が現れていると思いますね。ということで、はい、はい、あ、なんかもう最後なんですか結局僕はなんかね、自分で考えなくてもあリベラルですって言ってたら大体その通りにいけるんだってことが分かりました、はい、いかがですか、ごめん先生とてもなんかあの面白い対談になったかなって感じがするんですけれどあの、まあ、これをきっかけにですね、サンデル自身の本とか、まあ、テレビ見て、まあ、より深い内容を理解してくれれば嬉しいなというふうに思います。ちなみになんでサンデルさんそんなに好きになったんですか。私は先ほど言ったような、まあ、共和主義とかあるいはコミュニタリアニズムを研究していて、それが日本に導入されるべきだと思って、まあ、サンデルの本を翻訳したり、まあ、協力して思想を発展させようとしていたんですね。日本に導入されるべきだと思ったんですね。はい、そうです。まあ、政治哲学がないところからして政治哲学を導入しようと思いましたし、さらに権利や法律だけじゃなくて政治が大事だと思ってますので、その意味でやはりサンデル的なコミュニタリアンが大事だと思ったんですね。じゃあそういうコミュニタリアンが増えるようにするには教育で増やしていった方がいいや、まあ、その教育も上から押し付けたらいけないので、まあ、対話型の教育で自分で考えて善や道徳、そういうものを意識しながら行動するっていう、そういう考え方が、まあ、伸びていってほしいなと思います、ね。それでもなんか道は変えれば政治家でもできません？まあ、政治家にもそういう原理を体得したあるいはそういう訴える政治家が現れてほしいなと思ってます。割とじゃあ日本の社会を憂いてる感じだったんですね。あ、おっしゃる通りだと思いますね、はい、学者って割となんか自分の好きな学問題を研究してればいいやっていう人多いじゃないですか、はいはい。まあ、公共哲学の場合はですね、社会に意義のあるその意味で実践的な意味のある学問を
これから作っていって学問自体を変革していこうということを目的にしています。そこまでやっぱ政治哲学という分野はちょっと他の学問とは変わったところがあるなという気は。やっぱりその場合は規範論といいますけどこうあるべきだっていう議論をしっかりと議論して世界に訴えていきたいというそういう気持ちが強いんですね。ユーザーから2つ、ね、あユーザーから、はい、はいはいはい、最後2つ、はい、じゃあアンケート2ついきます。本当にユーザーから来たかどうかよくわからないですけどねさっきまで終わっていってたのにはい、アンケートいきますか、うん、はい、ちなみに千葉大の学生って反応どうですか。まあ、やっぱりですねこの日本全体のこのサンデルブームと相まって、うん、非常に盛り上がってきてますよ。面白いと思ったのは初め日本でああいう対話型講義ができるかどうかっていうことがかなり論じられて、千葉大で前期やったところですね、非常に活発に教室が白熱したと。それで NHK が白熱教室 in Japan として収録してきたら、カメラが来るとき途端に客数が減ってってですね実は今テレビで出ているあの白熱教室 in Japan の私の教室はすごく普段よりも少ないんですよ。カメラ収録が終わったらまたバッと増えて100人以上になる。みんなそんなカメラの前で嫌なんですか。ですから、まあ、初めはね学生さんたちは、はい、まあ、発言することが怖かった。でだんだん議論して慣れてきて発言するようになった、うんうん、カメラが入ると今度は日本中に放送されるからこれは嫌だということで減ってしまった。でいなくなるとまたワッと増えるっていう。みんな仮面とかマスクとかつければいいのあ、そういう考え方も中にはありました、やっぱりそうすればよかったとかね、はいはいはい、やっぱり恥ずかしいんだ。やはりそれはあるようですね。逆にでも大学生じゃなくてもできるっちゃできるんですか。はい、あの私は一般の市民向けにもそういう白熱教室をやったことがあります。うーん、それもそれで盛り上がりますよ。うーん、ええ、はい、ウィキリークス海上保安庁の映像流出についてその行為は正義か否か、また曖昧なこれ実はあの今度の日曜日に放送される白熱教室 in Japan で取り上げたテーマですね。へ、はい、それは千葉大学の人たちもじゃあ、はい、議論しました。お、じゃあ結果を見てからちょっと。まさにウィキリークスの支持者は正義だと言っています。おお、8割正義なんだ正義派多いですね。へえ、千葉大学どうだったんですか。これもですね、正義派もかなり多かったけれど不正義の人もいたっていう、そんな状況ですね。まあ、ちなみに先ほどの立場と関連させていくとですね、まあ、極端なアナーキズム、国家いらないって人とかですね、リバタリアンの場合は正義と考える可能性が高いかなと。それに対してコミュニタリアンの場合はやっぱり一定程度のルールとかモラル必要だと考えるので正義と言わない可能性が高いかなと思いますね。まあ、サンデル自身も必ずしも正義とは言いません。要はそのコミュニティというか国をみんなで運営しようねって言って、はい、国としてこういうルールは守ろうね、こういう秘密は守ろうねって言ってるのを知るかボケーっつってばらまいてるわけじゃないですか、はい、そうです、そう考えるとその公共とかその国が大事だよねって考える人にとってみれば、はい、あれは悪のはずですよね、はいはい、ですからコミュニティのルールっていうのを重視する人はやっぱり不正義だと。でそれに対してリバタリアンの場合、国家を最小限にしよう、なるべく自由を尊重しようっていうから、うん、まあ、あれは良しとする人が結構多いだろうと。でもリバタリアンだって国家の法律いらないって言うわけじゃないから、リバタリアンでも正義という人いると思うけど、アナキストになるとね、国家そのものが悪だと思ってるから、あれは正義 OK となりますね。戦国さんが不正義だからその反対なので正義っていう考え方もあるみたいですよねそれはまだ少し別の問題ですよね。じゃあ次のアンケートいきましょうか。はい、でもどうなんだろう、なんか、うん、あ、はい、2チャンネルは正義かどうか。ほうこれはまた面倒くさい質問来ましたねこれは別に千葉大でやった話じゃないですか、ね、これはやっていません、今日は改めて。でもまあウィキリークスの議論が今世界的に議論されているので、それとの関係で考えたら哲学的に面白いかなと。お、まあ、お分かれましたねお、正義多いじゃないですか。なんかウィキリークスは8割だけど2チャンネルになると3割下がるっていうね。うん、これは分かるような気がしますね本質的には変わんないと思いますけどね、人が自由に情報をばらまいて、そうするといろんなトラブルも発生するよねっていうのと、うん、逆にだからそのウィキリークスと2チャンネルの違いを何と捉えているのかっていうのがちょっと気になりますけどね。黒木さんやっぱり正義僕ウィキリークスも正義と不正義で判断してないんですよ、ね、ああそうなんだ。あれはその正義の情報と不正義の情報が混じる媒体であって、純粋にどっちかっていうもんじゃないじゃないですか。なるほどなるほど、と思ってるんですけ ど。じゃあ2チャンネルは2チャンネルも同じで、役に立つものがあるし役に立たないものもあるよねっていう話で、別になんかそれ自体をどうっていうのは特に答え僕の中に持ってなかったりするんですけど。なるほど、小林先生どうですか。
これをウィキリークスに関して私はやはりですね、うん、リバタリアン的な発想が強いなと思うので全面的に正義とは言えないと。で、まあ、もちろんですね、あの内部告発で公共善のために国家化するっていう行為はこれは法律違反でも正義の場合があると思っています、うん、だからウィキリークスの場合、まあ、例えばアメリカのイラクにおける不正行為を暴露するためのその部分については正義と言える部分があると思うんだけれど、全面的に何も考えずこうなるとこれはちょっとリバタリアン的で、私はリバタリアン的な正義を支持しないので、その点は正義しない。じゃあ僕と大体一緒じゃないですか。はい、よかったと思います。はい、というわけで、なんかお送りしてきましたけども、ニコ生トークセッション、オイラと正義の話をしよう。そうすると政治哲学。割と内容はやっぱり政治哲学の本なので、結構大変なところはありますけど、読み終わると頭が良くなった気になります、はい、サンデルの政治哲学小林さんの書いた本なんで、940円、出版社が平凡社、はい、平凡社新書ですね。書くのに結構時間かかりますよね。これそうなんですけど、もともと講義を書き、提督したものを、まあ、手を入れて本にしたので非常に短い期間で本にしています、うん、あ、じゃあなんか本のなんかこういうところがいいですとか読んでほしいですみたいな最後にあれば。はい、まあ、白熱教室のファンから見ればですね、そのエッセンスを理解できるとともに彼が語らない全体像が分かるというふうに思っています、うん、それから学問的な意味もあると思うので、うん、ぜひ買ってみて読んでみてください、はい、というわけで、お送りしました。ありがとうございました。ありがとうございました。